あーん、うん、そっか。あー、キスされると思った？そこに隠れてたみんなを指してたけど、ん、もしかして自意識過剰くん？じゃあ君に譲ってあげるよ。やってみるといいさ。ダーリンをよろしくね。あの女性と風太郎にベタベタと。でも少し焼けてしまうのもわかります。友達としてですよ。魔のほっぺに中学家庭教師のお礼ということで。まさかの四つ葉切り抜いてた。さっき。ねえダーリン、一緒にここを出よう。弱っちい奴らなんかほっといてさ。風太郎になら見せてもいいよ。ダメだよ風太郎、やめて。やっぱやめないで。ダーリンのエッチ、え、あんまりジロジロ見ないでよ。もしかしてわざと間違えてる？それに本当にしょっぱいや。今度は本物の海だね、ダーリン。ああ、それか。今日も食っといたぞ。うまかった。教えてほしいんだ。あの時、俺はちゃんと乗れていたのかどうか。ちゃんと乗れてた。素敵だったよ、ダーリン。当たり。何？こうやって二人一緒に通れば。通れた。ほら、簡単だったでしょ。別に風太郎に会えるかもしれないから前に迎えに来た記憶を頼りに少し遠回りしてこのお店まで来たわけじゃなくて、たまたま歩いてたら自然とこのお店に来ちゃったわけで。ううん、ありがとう。ちょっと変じゃない？まあ似合ってる。お友達は？ん、なんでって。僕もここに住むつもりだからさ。どこ行ったんだか。ん、どうしたミク？疲れちゃった。